俳優として40年以上のキャリアを持ち、数多くの作品に出演している三浦智和さん。様々な役柄を演じ分け、今や日本を代表する俳優の一人として、映画やドラマには欠かせない存在です。三浦さんは、1952年1月28日生まれ、山梨県遠山市、現在の甲州市のご出身、本名は三浦美濃です。高校時代は柔道部に所属。バンド活動も始めています。 高校の同級生にはミュージシャンの今和の木義郎さんがいました。今和の木義郎さんが中学時代に結成した RC サクセションは、当時もうコンテストに出たりして一目置かれる存在だったといいます。同じクラスになったことはありませんでしたが、通学ルートが一緒で仲良くなり、一緒にバンド活動もしています。大学在学中に音楽活動をしていたところスカウトを受け、1972年放送のドラマ、シークレット舞台 TBS、 で役者デビューした。1972年には、山口桃恵が主演を務めた映画、伊豆の踊り子で、相手役に抜擢され、以降12本の映画で共演している。以降も幅広い役柄を演じ、2007年公開の映画、点々では、キネマ巡行賞、ブルーリボン賞で助演男優賞を受賞した。私生活では、1980年に山口桃恵と結婚。二人の男児が誕生している。 この大物夫妻は一軒家を建て自宅として住んでいたのですが、どうやらリフォームをしたそうです。三浦さん夫妻は自宅を34年ローンで建てていたそうです。そして、そのローンを完済したこともきっかけの一つとなり、2021年に自宅のリフォームに着手しました。どうやら、このリフォームによって、長男である三浦雄太郎さん夫妻の同居も見据えているようです。 孫も生まれているので、三浦さん夫妻も毎日顔を見たいのかもしれませんね。鉄筋コンクリートの2階建てで、同じ敷地内に隣り合う形で、友和さんの両親が住む家もあります。国立は東京でも有数の緑豊かな文京地区で、二人の息子たちをのびのび育てたいという桃江さん夫婦の思いから、決めたそうです。転居は芸能界引退から8年後とはいえ、桃江さんの人気は根強く、 取材構成が続き、自宅に不審者が侵入したこともありました。それでも、国立を離れなかったのは、常に子供のことを第一に考えていたからなのでしょう。そして大人になった優太郎は歌手、高広は俳優として旅立ち、実家から独立。2020年には、夫妻も関西したようだ。一住引用婦86年に組んだローンを昨年夏に払い終えたそうです。かつて俳優業がうまくいかない時期があり、 友和さんは自宅の売却を考えたこともあると言います。そんな時でも、桃江さんは同時ず、生活を切り詰めてピンチを乗り越えました。あえて長い年月をかけてローンを支払い終えたのも、堅実な桃江さんらしいですね。三浦家の知人。実は桃江さん夫婦が自宅をリフォームするのは今回で二度目。このタイミングで決断した影には、友和の両親の存在があるという。息子さんたちが独立した一住院用父11年頃、 桃江さん夫婦は一度目のリフォームをしています。友和さんの両親の介護を見据えて一部をバリアフリー仕様にしたそうです。それから桃江さんは仕事で自宅を開けることも多い友和さんに代わって、デイサービスなども活用しながら、要介護案の状態である義父母の身の周りの世話を、完璧にこなす生活を送っていました。少し前から友和さんのご両親は介護施設に入ったそうですが、 ローンと介護が一段落したことで改めて二度目のリフォームを。決断したのではないでしょうか、前室、知人。友和との新たな日々に向けてリフォームを進める桃江さん。そんな中、子供の誕生を控える雄太郎には叶えタイムがあるという。三浦さんは、1980年、当時、人気絶頂だった。歌手の山口桃江さんと結婚されています。28歳の時の結婚でした。 妻の山口桃江さんは7歳年下で、結婚時は21歳。慣れ始めは CM、映画、ドラマでの共演。三浦智和さんと山口桃江さんはグリコの CM で共演し、その後、映画、伊豆の踊り子で共演。映画、伊豆の踊り子は山口桃江さんの映画主演第1回作品で、三浦智和さんはオーディションで合格し、相手役として出演。俳優収入は8億2800万円。 1975年度の興行収入ベスト10第3位を記録しました。同年10月からは共演ドラマ赤い疑惑 TBSK が放送され、平均視聴率23.4%、最高30.9を記録。翌年の1976年11月からは赤い衝撃が放送され、最高視聴率32.6%を記録しました。1980年11月からは山口桃江引大記念スペシャル、 名打たれ赤い視線が放送。最高視聴率は23.3%でした。三浦智和さんと山口桃江さんは共演が多く、息もぴったりだったことから交際も噂されましたが、仕事で一緒にいるのは熱愛現場にならないため噂止まりでした。後に三浦智和さんは、仕事場がデート場でもあった、と明かしています。交際が決定的になったのは1979年10月。 三浦智和さんのマンションから二人で出てくる姿が写真誌に掲載され、三浦智和さん27歳、山口桃恵さん20歳の時に交際を宣言しました。その後二人の関係は交際から婚約へと発展し、1980年3月7日には婚約発表。それと同時に山口さんは芸能界を引退すると宣言しました。1980年11月19日には結婚式が行われ、 二人は正式に夫婦として世間に広く認知されました。その後の山口さんは、稀にテレビの前に顔を出すものの、三浦さんの妻として家庭に入ることになります。当然この大物夫婦についてマスコミや世間は注目し、追いかけられたそうです。三浦さんはとてもモテる男性だったので、不倫などスキャンダルも、狙われていたことでしょう。しかし、この二人の間には、全くそういった話は見つかりませんでした。 夫婦としてしっかりとした絆があり、穏やかな時間を積み重ねていたのです。2022年現在、この二人が結婚してから41年が経ちますが、ラブラブな結婚生活を送っているようです。山口さんは妻として、俳優としての活動を続ける三浦さんを支え続けました。時には経済的に苦しくなったこともあったそうです。しかし、そんな苦難も二人で乗り越え、共に歩んできました。 夫妻は三浦さんの両親と同居しており、要介護状態のようですが、山口さんは献身的に介護しているということです。表には出てこない苦労も色々とあるのでしょう。しかし、三浦さんはそれを当たり前だと考えず、山口さんに感謝の言葉を伝えているようです。この夫婦の姿は世間でも高く評価されており、明治安田生命が毎年公表している理想の有名人夫婦ランキングでは、 2020年まで15年連続の1位を獲得しています。何かと世間を騒がせる有名人夫婦もいる中、この二人の関係は、まさに理想的なものだと言えるでしょう。三浦智和さんの子供は二人。子供は二人とも息子です。1984年4月に長男の雄太郎さん。1985年11月に次男の高弘さんが誕生しました。長男の三浦雄太郎さんは、歌手、俳優として活動。 成城大学法学部を卒業後、2008年11月、ロックバンド、ピーキーソルトのボーカルとしてメジャーデビュー。2012年頃から舞台などにも出演しています。次男の三浦貴弘さんは、順天堂大学スポーツ健康科学部を卒業。2010年5月公開の映画、レイルウェイ49歳で電車の運転士になった男の物語で、俳優デビューしました。2022年現在の三浦さんは、年齢を考えておそらくは仕事量を、 セーブしているのでしょう。映画やドラマ、CM などに数本出演しているものの、テレビで見る機会は減ってきている印象ですね。肉体的にもスケジュール管理を万全に行い、一本一本に集中して、しっかりとした仕事をしたいという考えがあるのかもしれません。一見すると仕事を絞っている様子の三浦さんですが、2022年には公開予定のものも含めて映画3本、ドラマ1本に出演しています。特に、 2022年10月21日から放送開始されるドラマ、クロサギでは、非常に重要な役を演じています。他にも、CM ではサントリーウェルネスのオメガエイドに継続して、起用されており、意外に年収を稼いでいるのではないでしょうか。映画3本で1000万円、ドラマは曲が力を入れており、重要な役であることから3000万円ほど、CM で1000万円稼いでいると推測します。 合計すると、年収にして5000万円となりますね。彼の年齢を考えると、相当稼いでいると言えるでしょう。山口さんと結婚し、幸せな家庭を築いている三浦さん。自宅のリフォームを行うなど、良い老後を過ごすための体制を整えているのかもしれません。とはいえ、2022年における年収はかなりのものであると予測され、まだまだ現役でしょう。年齢を重ねた彼は、フィクサーなど重厚な役柄が非常に似合いますので、 そういった役を演じている三浦さんの姿をたくさん見たいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。 元々はミュージシャンを目指すも、俳優に転身後の1975年、テレビドラマ赤いシリーズでブレイクされた、三浦智和さん。その後も数多くのテレビドラマや映画に出演され、幅の広い演技が高く評価されています。三浦さんは1952年1月28日生まれ、山梨県炎山市、現在の甲州市のご出身。 本名は三浦年。学歴は東京都立比の高等学校卒業。趣味特技は映画鑑賞、作詞作曲。ギター、陶芸、麻雀だそうです。三浦さんは中学生の時、音楽に目覚め。ギターに没頭する毎日を送られていたのですが、高校入学後も音楽の熱は冷めず。アルバイトで貯めたお金でドラムを買い。 バンド活動に励まれていたそうです。そして、ちょうどその頃、高校の同級生として、ロック歌手の、小今和の木吉郎さんに出会われたそうで、毎朝、多摩動物公園行きのバスで、一緒になったことがきっかけで、親しくなられるのですが、ある時、今和のさん以外、別の高校だった、RC サクセションの初期のメンバーが、三浦さんの高校に集まり、 教室でライブを行っているのを見て、そのオリジナルな演奏と迫力に驚き、今和野さんが憧れの存在となったそうです。その後、三浦さん自身も、初期の RC サクセションのバックミュージシャンとして、ライブに参加されたこともあったそうで、RC サクセションとも、親しく交流するようになったのでした。そんな三浦さんは憧れの今和野さんが、 才能のない奴は大学へ行け。と言っているのを聞き、自分も音楽でやっていけるのではと密かに音楽で食べていく決心をされると、進学校だったにもかかわらず、大学受験をせずに芸能界を目指すことに、ご両親の手前、表向きは、無線の専門学校に進学されたそうですが、アルバイトと音楽に明け暮れる日々を送られ、結局は、 家を出られたのでした。ただ、現実は厳しく、憧れの RC サクセションでさえも、低迷期に入るなど、三浦さんはプロの厳しさを、目の当たりにします。そして、追い打ちをかけるように、RC サクセションのマネージャーから、金はバンドマンには向いていない、と言われてしまい、歌手やモデルを勧められたそうですが、 全く興味が湧かず、三浦さんは仕方なく残った選択肢の俳優をやることにしたのだそうです。こうして三浦さんは1972年20歳の春、シークレット舞台でテレビドラマデビューを果たすと、その後次々と仕事が舞い込むという幸運に恵まれるのですが、当時はそのありがたみがわからず、ただ、 生活のために仕事をこなす日々だったそうです。しかし、三浦さんは、1974年22歳の時、当時絶大な人気を誇っていた、歌手の山口百恵さんの、第1回主演映画、伊豆の踊り子の、相手役オーディションで見事合格し、映画デビューを果たされると、試写会で初めて、自分が演技をしている姿を見られ、 自身の演技を客観視しつつ、一般のお客さんの反応を直接肌で感じることができたそうで、あの小さなレンズの向こうには、たくさんの人たちが見てくれているんだ、と実感されたのでした。当時はまだ録画は一般的ではなく、普段、自分の演技を見ることはなかったそうです。それ以来、三浦さんは、撮影の現場では、 そのことを常に意識して、一つ一つの役を大切に真剣に取り組むようになりました。とのことで、現場の後輩たちにも常々その思いを伝えています。とおっしゃっていました。そして翌年の1975年には、テレビドラマ赤いシリーズで、再び山口桃江さんと共演されると、たちまち大ブレイク。 1980年まで続いたこのシリーズは、高視聴率を記録し続け、三浦さんと山口さんは、桃江智和コンビゴールデンコンビ、と呼ばれるようになったのでした。こうして三浦さんは一役、人気俳優の仲間入りを果たすと、以降も順調にキャリアを積まれ、高派な役からコミカルな役まで演じ分ける、演技派俳優として確固たる地位を確立。 また、2016年6月に公開された映画、カツラギ事件では、無差別殺人者の父親という、難しい役を演じきり、新たな境地を開かれています。そんな三浦さんの気になるプライベートなのですが、三浦さんは1980年、当時人気絶頂だった、歌手の山口桃江さんと結婚されています。お二人は、 1974年5月、桜の名所として有名な、世田谷区の東京都立木沼公園での、CM で知り合われ、同年9月、映画、伊豆の踊り子で、初共演されているのですが、この時、三浦さん22歳、山口さんはまだ15歳だったそうで、三浦さんは車での移動中に、寝ようとした山口さんに、眠りなさい。 かわいそうに。疲れてるんでしょう。と、話しかけたと言われています。そして、翌年の1975年、テレビドラマ、赤いシリーズ、映画、潮祭で、またもお二人は共演。赤いシリーズは、その後、1980年まで続いたことから、お二人は5年間共演されることとなり、次第に恋愛感情が生まれるようになったのでした。 ところで、三浦さんには、息子さんが二人おられます。長男は、シンガーソングライターで俳優の三浦雄太郎さん。次男は、俳優の三浦貴弘さんなのですが、三浦さんは、2016年、映画、カツ事件で、殺人犯の父親を演じられた際に、愛情を持って家族を支えていても、その愛情をかけ違えて歯車が狂うと、 どんどんと予期せぬ方向に事態が進んでいってしまう。それは、決して他人事ではありません。今、私の二人の息子たちは、それぞれ自分の夢を見つけて前に進んでくれていますが、これもあくまで、偶然の結果に過ぎないのだと実感しています、と、真摯に語っておられ、ご家族を思う姿は、私たちがイメージする三浦さんそのもの、実際、 人気絶頂だった山口百恵さんと結婚後も長きにわたり円満な家庭生活を送られているのがその証拠ですねさていつまでも若々しい三浦さんですがもう60代も半ばお体には十分に気をつけてこれからも素晴らしい演技を見せ続けてほしいですね応援しています山口百恵さんは1980年21歳の時 俳優の三浦智和さんと結婚されているのですが、お二人が初めて出会われたのは、1974年、桜の名所、東京世田谷の木沼公園で行われた、グリコブリッツの CM 撮影で、この時はまだ山口さんは、三浦さんのことを、公園で練習している選手みたいという程度の、第一印象だったようです。そして、同年、山口さんは、 伊豆の踊り子で、映画初主演を務められるのですが、その相手役には三浦さんが、実は山口さんの相手役は、一般公募での募集だったのですが、グリコの CM を見た西川勝美監督が、三浦さんを気に入り、オーディションの最終選考の中に、三浦さんの書類を入れた、という話もあるようで、それほど山口さんと三浦さんは、 お似合いだったのでしょうね。また、翌年の1975年、山口さんは映画、潮祭で、再び、三浦さんと共演されるのですが、この映画の撮影の頃から、三浦さんを単なる共演者ではなく、一人の男性として意識し始めていたそうで、山口さんは、自助伝、青い時の中で、いつの間にか私の目は、彼を追うようになっていた。 もうすでに彼を一人の異性として意識していた、と、綴っておられます。そして、その後も、1975年、絶章、1976年、風立ちぬ春金賞1975年から1980年、赤いシリーズで、三浦さんとの共演が続くと、彼の胸に顔を埋めるシーンで、厚手のセーターを通して、 私の耳に響いてくる彼の鼓動を聞きながら、この鼓動を特別の意識を持って、聞くことのできる女性に、私が慣れたら、と思った、と、山口さんは、ますます、三浦さんへの思いを強くしていかれたのでした。すると、そんな山口さんの思いが通じたのか、1976年、山口さんは、三浦さんから電話番号を書いた紙を渡されたそうです。 ただ、山口さんはなかなか電話することができず、約半年後、ようやく思い切って電話されたそうで、山口さんが18歳になったばかりの頃、お二人は交際に発展、テレビドラマや映画の共演で、ゴールデンコンビと呼ばれたお二人は、ついに本当のカップルになられたのでした。そして、1979年10月20日、山口さんは、 大阪厚生年金会館のリサイタルで、三浦さんとの恋人宣言をされると、翌年の1980年3月7日には、三浦さんとの婚約を発表、同時に芸能界引退も発表されたのでした。その後、1980年11月19日に、結婚式を挙げられた山口さんは、1984年4月には、第一子の三浦雄太郎さん、 1985年11月には第2子となる、三浦隆弘さんを出産され、主婦業と子育てに専念されるのですが、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。